日本に単身赴任していた夫が変わってしまったというアメリカ人女性によるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、日本で何があったの？日本からアメリカに帰国した夫が何か変？日本から帰ってきた夫の変化とは？の話題です。海外、ある日目を覚まし気づくのさ。日本はお米が主食の国であり、ご飯とお味噌汁の組み合わせは一般的ですよね。また日本にはお辞儀をする習慣もあります。そんな日本で長く生活していると、日本の習慣が身についてしまうという外国人さんも多いようです。さて、今回ご紹介するのは、日本に単身赴任していた夫が変わってしまったというアメリカ人女性によるエピソードです。アメリカに帰国した夫の様子を見て、彼女や子供は何か違うと感じたと語っていました。ご主人はどんな風に変わったのでしょうか。早速見ていきましょう。仕事の関係で夫が日本に行くことが決まったのが1年くらい前だったかしら。滞在期間は長くても1年だけど、おそらく半年くらいだろうという話だったの。その頃私たちは新居を構えたばかりだった。このタイミングで家を空けるのは気が進まない。子供もちょうど小学校に入る時期だったし。それで夫には一人で日本に行ってもらうことにしたの。いろいろな意味で不安はあったわ。夫は体は大きいし、声はでかいし、短気ですぐ怒る。夫が異国で一人暮らしするのはとても不安だったのよ。日本語だってできないのに。トラブルを起こしたらどうしよう。でも仕方ない。短期間だからって単身赴任してもらうことにした。夫が日本に行ってからはこまめに連絡が来るようになったわ。ほぼ毎日メールが届くの。私は子供の様子や家の様子を伝えていたけど、夫は日本についていろいろ教えてくれた。日本はすごい、素晴らしいっていう内容がほとんどだったわ。例えば食べ物、牛丼。アメリカにも牛丼はあるけど、日本のは全然違うらしい。ラーメン。ラーメンもアメリカで食べることができる。だけど日本にはもっといろいろな種類があって、どれも素晴らしく美味しいらしい。中には人気のあるラーメン店もあって、並ばないと入れないという。え、並ぶ？ラーメンのためにわざわざ並んで待ったっていうの？あの短気な夫が？信じられない。お寿司。お寿司は日本が本場。さすが本場だけあって、お寿司が最高に美味しいらしい。本物のお寿司っていうのはこれだとか、やっぱり本場でなければ美味しくないとか、なんだかやけに得意になっている。しかもカリフォルニアロールなんてお寿司じゃないんだなんて言っているし、あんなに好きだったのに。それから電車に乗るときはみんながちゃんと並んで待っていることに驚いたそうだ。さすがにその写真はなかったけど、食べ物は全部写真付きだったわ。単身赴任中は大きなトラブルもなく、約半年後にアメリカに帰国。帰ってきた夫を見て驚いた。10キロ以上体重が落ちたみたい。パパどうしちゃったの？病気なの？娘が心配するほど痩せていたのよ。日本で何があったの？病気になったっていう連絡は一度もなかったはずだけど。食べ物が合わなかった？でもいろいろな料理を写真付きで教えてくれていたし、どうやら病気ではないことが分かり一安心。でも帰国した夫の変化は痩せたことだけではなかった。帰国したばかりのある日のこと、夫が仕事に行っている間にチャイムが鳴った。話を聞くと、トイレのリフォーム業者だという。注文していた商品が届いたので取り付けに来ましたっていうの。注文？トイレ？この家は新しいし、トイレだって故障していないのに。すると夫が何かを注文していたことが分かった。それは日本のトイレだった。温水洗浄便座？ウォシュレット？よくわからないけど、業者に設置してもらうことに。設置が完了し、使い方を説明してもらう。なんだかボタンがいっぱいあるけど、試しに押してみると、うわ、これは座って押さないとダメだわ。業者が帰ってから早速試してみた。これは面白い、すごい機能だわ。きっと夫は日本でこれに慣れてしまったのね。確かに慣れたら手放せなくなりそう。
夫は帰宅するとウォシュレットを見て大満足の様子。そういえば夫は帰国してからあまり食事が進まない感じ。やっぱりどこか具合が悪いのかしら。私が作る料理はいつでも平らげていたのに、料理を残すなんて。あまり美味しそうな顔もしない。心配になって聞いてみると、今度からは自分で作ると言い出した。え、料理するの？あなたが？それからは食卓にライスと味噌スープが並ぶようになったわ。最初のうちは娘があまり食べなかったけど、さすがに毎日出るようになると子供も食べるようになった。靴のこともそう。今までは普通に靴のまま家の中を歩き回っていた。ある時私が靴のままソファーに座ったら、靴を脱いだ方がいいよって言われたわ。それだけじゃない、スリッパを買ってきて家に入る時はこれに履き替えようって言い出したの。面倒なんだけど。まあ確かに靴のままソファーに座るとソファーが汚れてしまうかもしれない。でもスリッパに履き替えるなんて。スリッパは途中で脱げてしまうから嫌いなんだけど。ゴミのことも言われたわ。ゴミはちゃんと分けないとダメだよって言われたの。え？リサイクルできるゴミとできないゴミに分けてるじゃないの。すると夫は、紙は紙、ペットボトルはペットボトルで分けるんだよ、なんて言うの。うちで分けたってゴミ回収ボックスはそんなに細かく分かれていないのに。でもある時私はもっと大きな違いに気づいた。今までの夫は私に何かを注意するときは絶対に怒鳴っていた。早口で大声で。娘が涙目になるほどの声よ。それが日本から帰ってきてからというものの言い方が違うのよ。大声で怒鳴らなくなったの。なんだか気持ち悪いくらい違うのよ。これには娘も驚いていた。パパこの頃怒らないねって言っていたわ。テレビや映画についてもそうね。今まではホラーとかアクションものが中心で、時々コメディなんかを見ていたはず。見ながらテレビに文句を言ったり怒鳴ったり。一緒にテレビを見ると正直言ってうるさいし落ち着かないから嫌だった。それが日本から帰国して夫が見ているのはアニメ、大人なのに。でもテレビに向かって怒鳴ることはなかった。それどころか泣いていることもあるの。信じられない。あの夫がアニメを見て泣くなんて。感動するよ、一緒に見ようよって誘われたけど断ったわ。アニメなんて子供が見るものだし目が疲れるのよね。ところが最近娘が夫と一緒にアニメを見るようになった。しかもソファーに仲良く並んで座っている。以前はパパに怒られると怖いからって隣に座りたがらなかったのに。どういうことかしら。娘はアニメを気に入ったらしい。それにそのアニメは音がうるさくない。スポンジボブみたいな想像しいのかと思っていたんだけど、気になって私も見てみることにしたの。トトロとかいう日本のアニメだった。思っていたようなアニメではなくて私までハマってしまった。夫は性格も変わったと思う。短気ですぐに怒る夫はどこに行ったの？大声で人を呼びつけることもなくなった。なんだか穏やかな性格になった気がするのよ。笑顔でいることが多くなったし、娘もまとわりつくようになった。こんなに娘が夫にくっつくなんて。それだけじゃないわ。驚きの光景を目にしたのよ。ある日うちに荷物が届いたんだけど、荷物を受け取った夫は配達員の人にサンキューって言って頭を下げたのよ。目を疑ったわ。以前だったらぶっきらぼうに受け取って、遅いとかパッケージがシワになってるとか何か一言文句を言っていたのに。電話もそうなの。誰かと会話している時は声が大きくてはっきり言ってうるさかった。それが前よりもゆっくり話すようになったし、電話に向かって怒鳴ることもなくなったの。しかも電話を切るときに頭を下げたのよ。日本から帰国した夫は以前とは明らかに違うって気づいた。まるで別人。夫が帰国してから数ヶ月後のこと、久しぶりにハンバーガーショップに行くことにしたの。娘も私ももちろん夫も大好きなお店で、以前はよく利用していたのよ。いつものようにハンバーガーとポテトフライ、ビッグサイズのコーラをオーダーしたわ。久しぶり。娘も嬉しそう。やっぱりたまには食べたくなるわ。食べ始めると、あれ？なんか違う。こんなに油たっぷりだったかしら。しかもポテトフライの量ときたら、こんなにたくさんあったかしら。とても食べきれそうにない。
娘を見ると途中で手が止まってしまっている。夫も同じだった。みんなあんなに大好きだったのに、コーラも甘すぎる。絶対に飲みきれない。そこで私は気がついた。もしかして夫が毎日作る料理に慣れて、私も娘も味覚が変わったんじゃないの。食事の時はグリーンティーの方がいいって思うようになったし。もう一つ変わったことがある。私の体重も落ちたのよ。日本の料理は自然に体重を落とす効果があるのかしら。それとも今までの食事がカロリーオーバーだったのかもしれない。最近ではもう家以外のトイレはなるべく使わないようになった。ウォシュレットに慣れると快適すぎて他のトイレを使いたくなくなるの。それにしてもこんなに夫を変えた日本ってどういう国なのかしら。いつの間にか私まで変わっていたし。夫は来年また日本に行くことを打診されているという。今度は1年以上行くことになりそうだ。夫は今度は家族みんなで日本に行かないかっていうの。娘にも聞いてみたけど絶対行くですって。夫をこんなに変えた日本、今から行くのが楽しみよ。以上がエピソードの概要です。この話題に海外からたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本で住んでみるとわかるよ。ある日目を覚まし、自分が日本文化の中毒になってたことに気づくのさ。母国に戻ってトイレを使うのが恐ろしくなるよ。ウォシュレットになりすぎてしまった。日本からアメリカに帰った時列車が遅れた。昔は何でもなかったけど、とてもイラついてしまったよ。日本に1年間滞在した後、母国に戻った時は、映画館にいる人たちの声の大きさにかなりのショックを受けた。僕も5年ぶりにアメリカに帰った時は、自分はこの国の人間なんだって感覚を取り戻すまでに、やっぱり5、6ヶ月くらいはかかっちゃったけどね。こっちの人たちの礼儀のなさに対する苦言は理解できるよ。忍耐力がなくてうるさくて威張るんだよね。日本人は自分以外の人たちのことを尊重してくれる。日本食ってヘルシーでいいよね。一度行くといい。きっと日本が好きになるよ。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介したアメリカ人女性は、日本から帰国したご主人のあまりの変化に驚いたようです。でも健康的に体重が落ちて穏やかな性格になったのなら、いい変化と言えるのではないでしょうか。今度は家族みんなで日本に来て日本を楽しんでほしいですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。